鈴木望むは、日本の政治家、教育者、元厚生官僚。静岡県岩田市長、衆議院議員、維新の党国会対策副委員長、市民団体、ネットワーク、河村市長代表などを務めた。静岡県岩田郡と田町生まれ。静岡県立浜松北高等学校、一橋大学社会学部卒業。 大学在学中の1972年、国家公務員試験上級職校に合格し、1973年4月に、厚生省に入省した。1981年4月外務省財産パウロ、日本総領事官領事。大臣官房人事課を経て、1984年8月、臨時教育審議会事務局調査員。厚生省役務局企画課を経て、 1987年8月、兵庫県高齢社会企画室長。1989年、厚生省大臣官房企画官、1992年6月、厚生省生活衛生局指導課長。1994年退官。退官後は、出身地の静岡県に戻り、精霊福祉事業団医療福祉研究所研究員に就任。 政霊会後福祉専門学校で講師を務める。1998年、岩田市長選挙に無所属で出馬し、初当選した。2002年、元静岡県議会議員の寺大瀬男を破り、岩田市長に再選。岩田市長就任後は、岩南号市町村合併協議会会長を務め、2005年、福田町、流葉町,町、豊田町、豊岡村を岩田市に合併。 同年4月1日の新、岩田市発足に伴い、一旦、岩田市長を失職。4月24日投開票の岩田市長選に、出馬し、前、福田町長の寺田生活を破り参戦。市長在任中に、全国市長会の社会文教委員長を務めた。どんな人間も長い間権力を持ち続ければ、腐敗するとの、権不十年という考えに従い。 2009年の岩田市長選には出馬せず、人気満了で退任。同年、静岡産業大学経営学部客員教授、静岡産業大学岩田ボニータ代表に就任。2010年には、一橋大学の一年先輩である河村隆名古屋市長を支援。河村を支援する市民団体ネットワーク。 河村市長の代表を務め、名古屋市会のリコールに向けた署名集めの運動を行い、政令指定都市では初めて市民のリコールにより市会議員選挙が実施された。2011年3月に発生した福島第一原子力発電所事故を受け、原発県民投票静岡代表に就任。当時の菅直人内閣総理大臣の強い意向により、 稼働が停止されていた浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う住民投票条例の制定を目指す署名運動を推進。約16万5000人の署名を集め条例制定のための直接請求を行ったが静岡県議会で否決された。2012年11月21日、日本維新の会から次期衆議院議員総選挙における 静岡3区での公認を受ける。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、地方文献や浜岡原子力発電所の廃炉を訴え、日本維新の会公認で出馬。静岡3区では自由民主党の宮沢博之に敗れたが、重複立候補していた比例党海ブロックで復活し、初当選。 当選後、衆議院災害対策特別委員会理事を呼び、法務省検察官的確審査会予備委員に就任。2013年には、衆議院文部科学委員会理事に就任した。2014年の日本維新の会文党に際して、鈴木自身は、橋本共同代表らを中心とするグループへ、参加したが、鈴木が代表を務めていた日本維新の会静岡県。 総支部所属の地方議員、元議員らは、石原新党、橋本新党のどちらにもつかず全員が、当面無所属で活動する意向を固め、総支部は、活動を停止した。理由については、それぞれ、両共同代表に象徴された、改革保守政党が回答するため、最近の維新は、大阪都構想を目的化しているなどと説明した。 同年9月に維新という愛の党が合併して、維新の党が成立すると、国会議員団国対副委員長に就任。2014年11月21日、衆議院が解散。11月22日、細野岳民主党静岡県連会長及び松野、来級維新の党代表代行の説得を受け、鈴木は民主党との競合を解消するため、 静岡3区からの出馬を取りやめることを発表。第47回衆議院議員総選挙には、維新の党から比例九州ブロック単独6位で、出馬したが、落選した。2015年古才市市長指摘政策顧問。2016年3月29日、7月の第24回参議院、議員通常選挙に比例区から、大阪維新の開港人で出馬する意向を、 表明したが、落選し、12月15日に、政界引退を表明。2017年5月、静岡県知事選挙に出馬を表明した、溝の口のり子を支援する、政治団体、静岡県政を大刷新をする会代表。2017年10月の、第48回衆議院議員総選挙に、希望の投稿人で、静岡三区から立候補したが、 無所属で立候補した小山信弘との間で野投票が分散し、共に宮沢に及ばず落選した。ありがとうございます。